糖尿病腎症。次に最近問題になっているのが糖尿病から来る腎障害、腎臓の問題があります。なぜかと言いますと、糖尿病が年余にわたって血糖コントロールが悪く、糖尿病が存在するだけでも腎臓が悪くなり、おそらく糖尿病になってから8年から10年経ってくると腎臓に明らかな糖尿病性の変化をきたしてくるということが言われています。そして糖尿病の腎変化、腎症の悪化から最終的には腎不全になって透析に至るということが言われています。現在日本人の糖尿病の透析患者さんは他の腎臓疾患と比較して圧倒的に糖尿病から来る透析導入患者さんが多く、これは日本の透析患者さんの原因の一番と言われています。そしてさらにその数が年々増加してきているという問題で、この点に関してはやはり多くの診療からこれを十分管理していかなければならないという時期に来ていると思います。そこで糖尿病の腎症を見直しますと、糖尿病になってきて一定の年月が経ってくると、少しずつお小水中に小さな粒子のタンパクが出てくる、これが微量アルブミンといいますが、こういった小さな粒子のタンパクが出始めてきて、その後数年以上経過しますと、いわゆる明らかな腎症、顕性腎症という時期に移行していきます。その後さらに年数が経ちますと腎不全になり透析に移行します。大事なのは、当初の糖尿病から微量タンパク尿が出る初期の腎症まで約10年以上ありますから、ここをきちんと管理して進まないようにすることです。糖尿病から軽症の腎症、明らかな腎症、腎不全と、これをそれぞれの脂肪から見ますと、軽症腎症の場合は年約 1.4%、 軽症の微量アルブミン尿器になると 3%、 顕性腎症になると 4.6%、 そして腎不全になると 19.2%。 腎不全になると糖尿病における脂肪が非常に増えてくることが言われていますので、より早期に腎臓の管理をするということが求められてくると思います。そこで2012年から厚労省は透析予防のため、腎機能障害早期から糖尿病の専門医、看護師、栄養士が一体となって治療する指導を進めてきております。血糖管理と腎機能管理と血圧抑制により、どれだけ腎臓障害が予防される可能性が高いか期待されています。ご承知のように、糖尿病の透析になりますと患者さんの医療費負担も非常に多くなりますので、できるだけ早い時期に糖尿病の腎臓の予防管理というものを行っていくべきことではないかと思います。糖尿病腎臓死を防ぐ意味でも大事な点であります。そして糖尿病性腎症と高血圧との関係というのが、これまでも
多く言われています。1型糖尿病では高血圧は通常微量アルブミン尿の発症後軽症の腎症が起こって約3年後に症状が現れると言われています。ですから比較的早く1型糖尿病では腎症に移行して最終的には腎不全になる率が非常に高いと言われています。2型糖尿病は年齢も若干中高年になりますが診断時に約3分の1が高血圧になっているということが言われ約 50% の2型糖尿病は高血圧を合併していると言われていますから高血圧の管理というものをきちんとするように方向づけなければなりません。糖尿病性腎症の発症には腎そのものの組織の障害、体の中のインスリンが悪さをしてさらにそれを増悪させる、それから細胞外のお水が増加してむくみとなってきて全身に悪さをする、最終的には腎臓そのもの、腎臓の周りの血管も動脈硬化を起こして進んでくるということが言われています。一般臨床検査でも腎症前期から早期腎症まではまだ予防効果が期待でき、糖尿病の血糖管理、血圧是正、食事でのタンパク制限が有効に作用し元に戻す可能性があること、予防効果が十分期待できることを踏まえて早期から行うということが望まれます。ただし顕性腎症、はっきりとした腎症になりますとこれはもう予防が難しいという時期になりますので、できるだけ早くから腎臓治療に対する介入を行って糖尿病の腎臓が悪くならないように注意をする、治療をするということが望まれます。さらに、腎症の予防の方策として、昨今非常に注目を浴びているのは、レニンアンジオテンシン系と呼ばれる高圧剤の効果です。これは、1980年代から使われて、さまざまなデータから糖尿病の腎症、ネフローゼの状況が1型糖尿病でも抑えられていることが言われていますし、2型糖尿病でも同じようにレニンアンジオテンシン系の抑制剤が非常に有効に作用して糖尿病腎症を抑制する、並びに非常に早期から1型糖尿病も2型糖尿病もレニンアンジオテンシン系高圧剤を使うと腎症の予防につながるということが言われているため、早い時期からの投与も十分考慮して治療していくことが望まれると思います。糖尿病腎症は様々な機序が悪化因子になりますが、一つは腎臓内の糸球体の場所の高血圧をできるだけレニンアンジオテンシン系の薬で良くする、それから腎臓悪化因子である TGF-β というような物質も分泌生成を抑制する、血管内皮の機能を改善する、インスリン感受性を高める、こういったさまざまな要素からレニンアンジオテンシン系の抑制剤が非常に功を奏することが言われていますし、すべての糖尿病患者には最初に扱う高血圧の薬として
レニン・アンジオテンシン系の抑制剤を考慮すべきであるということは、すでにアメリカの糖尿病学会でも推奨されているということが言われていて、現在、糖尿病、高血圧、腎症予防に対して治療薬としてこれが一番有効ではないかと言われています。さて、もう一度原点に帰ってみます。糖尿病腎症の抑制には、まず第一に血圧の管理が挙げられます。2番目にはコレステロールの管理、高脂血症の管理というものが挙げられます。それから当然のことながら厳格な血糖コントロールの最適化というものが望まれますし、使っている薬の中で腎臓に毒性の薬剤の回避、これもなかなか難しい問題もあるかもしれませんが、腎臓に悪くならないような薬を最小限に使う、もしくはできるだけ使わないようにすることも十分考慮してください。例えばメトホルミンです。これは昨今2型糖尿病に最もよく使われていますけれど、腎臓に対してはマイナスの要因もあるので、その使用には症例を選んで投与しなければなりません。医師とご相談ください。それからコレステロールの薬として使われているフィブラート系の高脂血症薬、これもやはり腎臓に対してはむしろマイナスに作用しますので、この薬剤に関してもその適用を十分に考えて治療しなければならないということが言われております。その他の薬剤に対しても腎毒性の場合もあり、主治医とご相談ください。そして最終的に血圧の管理というのは、目標値として収縮期血圧で130、拡張期で80、もしくは収縮期血圧125、拡張期75。これはレニン・アンジオテンシン系のお薬を使った場合、もしくは自宅での血圧を測った場合では収縮期125、拡張期75を目標にすべきです。そして尿中のタンパクが1日に 1g 以上出ている場合は収縮期125、拡張期75未満にするということが求められている血圧の治療ではないかと思います。さらに先ほどからお話ししているように、レニン・アンジオテンシン系の高圧剤、これは腎臓を守る作用に合わせて抗動脈硬化作用、いわゆる心筋梗塞、狭心症を予防したり脳梗塞を予防したりする可能性もあるので、その点も考慮する。ただ気をつけなければならない場合として、心臓病、心不全、浮腫などの目的のために使う薬としては利尿剤とかベータ遮断薬とかありますけれど、これも適宜患者さんの適用に応じて使っていくということが挙げられるのではないかと思います。以上、糖尿病の患者さんは糖尿病のない患者さんに比べて10年寿命が短いということが言われています。そこに大きく寄与しているのが心筋梗塞、脳梗塞、そして糖尿病性の腎障害、これがおそらく10年寿命が短い理由の大きな原因ではないかと思います。
この点を十分踏まえて、それぞれに合った予防的な先手を打つというような治療法を選択して、日々の治療を考えていかねばならないかと思います。